改めてルールの説明をするだ。勝負方法は鬼ごっこ。東海内に諸星が当たるが、ラムの角さ掴んだらキノコ駆除の豚を貸してやる。ラムちゃんは飛べるじゃないか。安心するだ、ラムにはキノコの傘より上は飛ばさせねえ。57メートルはあるんじゃないか。位置について。スタート。絶対か。ウチを捕まえたかったら好きだって言っちゃ。そんなこと言わなくたってこっちに来させてくれる。あれ、どこ行く気だ。ねえ君たち、お茶飲まない。真面目にやんなさいよ。住所と電話番号を教えて。あんた自分の立場分かってんの。しっかりやれ。いいじゃないよ。もっと見てるんじゃないよ。早く行け。いつものラムなら怒ってアタル君に向かっていくのに。ラムもマジになってんな。ラム、お前は間違ってる。好きだろう嫌いだろう、そんな言葉が何になるのか聞いとるのか。ラムブレーク、アホメルキー。悔しかったら降りてこい、この卑怯者。言いたいことはそれだけだよ。捕まえられんな、これは。あんなアホに地球の運命を握られてると思うとゾッとするわね。そこの人、もう少し下がって。この線から入っちゃいけねえだぞ。改めてルールの説明をするだ。勝負法は鬼ごっこ。東海内に諸星当たるがラムの角さ掴んだらキノコ駆除の豚さ貸してやる。んなこと言ってもラムちゃんは飛べるじゃねえか。安心するだ、ハンデさつけてラムにはキノコの傘より上は飛ばさねえ。57メートルはあんじゃねえかい。うんにゃ、62メートルぐらいだ。よーい。ウチを捕まえたかったら好きだって言っちゃ。そんなこと言わなくたってこっちに来させてみせるわい。いきなりこう外れやがった。なら君たち行ってて、 お茶飲まない。曲がってて、電話番号教えて。ほら行っちゃったじゃないの。さっさと追いかけるか、アホ。いつものラムなら怒ってアタル君に向かっていくのに。ラムもマジになってるってことだぜ。ラムゾーン出勤。言えない。心の底から好きです。ラムゾーン。えい、枝を邪魔だ。黙らんか。ラム、お前は間違ってる。好きだろ嫌いだろ、そんな言葉が何になるのだ。バーカ、アーホ、マルキー。悔しかったら降りてこい、卑怯者。言いたいことはそれだけだっちゃ。捕まえられんな、これは。あんなアホに地球の運命を握られていると思うとゾッとするわね。